立川市で1000人以上が症状を訴えた集団食中毒で、東京都が原因とみられると発表したのは、給食に使われた刻み海苔についたノロウイルスでした。専門家は、どんな食品でもウイルスがつく恐れはあると警鐘を鳴らします。先月、立川市の7つの小学校で、児童と教員ら1000人以上が下痢や嘔吐などの症状を訴えました。7つの小学校では同じメニューの給食が出され、患者からノロウイルスが検出されたことから、東京都は学校給食による集団食中毒と断定しました。2月16日の給食の親子丼に刻み海苔が使用されており、仕入れ先に保管されていた同じ賞味期限の未開封の製品15検体のうち4検体からノロウイルスを検出しました。都によりますと、刻み海苔は去年12月、大阪市のメーカー東海屋に製造業者から納品されたものです。保管されていたものからノロウイルスが検出され、児童の便などから検出されたウイルスと一致したということです。なんか普通に安全な食べ物だと思っていたので、まあ、お肉とかね、こう注意すべき食品だったらまだわかるんですけど、なんかね、怖いですね。今保育園に通ってるので、毎日給食は食べるものですし、やっぱ問題ないと思って食べさせてる部分もあるので、やっぱり心配は心配ですね。感染症に詳しい専門家は、食品とノロウイルスの関係についてこう指摘します。どんな食品でも人の手がつくようなものは可能性はあります。食品っていうのはその作る過程が大事なので、手で直接食品を触ってしまうような状況をなるべく防がなきゃいけないんですね。また先月、児童や教職員など合わせて100人以上が体調不良を訴えた小平市の2つの小学校でも、それぞれの給食で東海屋の刻み海苔が使われていたことが分かり、東京都などが関連を調べています。